皆さんこんにちは、リコです。各自治体の支援策が決定しています。鹿児島県議会3月定例会は20日に開会しました。24年度の主要施策として掲げているのは、1つ目、稼ぐ力の向上、2つ目、地域産業の振興を支える人材の確保・育成、3つ目、結婚・妊娠・出産・子育ての希望が叶う社会の実現、4つ目、デジタルテクノロジーを活用した県民の暮らしの質の向上、5つ目、脱炭素社会の実現と豊かな自然との共生、6つ目、多様で魅力のある奄美離島の振興の6つとなっています。中でも子育て支援施策では、子ども医療費助成の制度について、未就学児を対象に現物給付方式、窓口で無料化一定額を負担を課税世帯にも拡大することを説明、24年度当初予算ではシステム改修費などの準備経費を計上しており、今後実施主体である市町村や医師会などの関係団体とも協議しながら、できるだけ早い時期に新制度を導入できるよう取り組むとしています。動向に注視していきましょう。山形県議会2月定例会が20日開会し、新年度予算案を発表しました。新年度予算案の総額は過去10年間で4番目に多く、具体的には外国人材の活用や強化、能登半島地震を受け住宅の安全性向上のための改修の支援、また育児休業を取得予定の保育士がいる保育所への助成や、県外から移住した子育て世帯への支援金の給付などが盛り込まれています。県議会2月定例会は3月19日までの29日間開かれるとのことです。岐阜県海津市。海津市は21日、2024年度当初予算案を発表しました。市の最大の課題である人口減少対策に重点を置き、新生児の親に支給する海津っ子ハピハピ給付金を20万円に倍増させます。県は第2子以降に10万円の祝い金を出しており、市は昨年から独自に第1子に10万円を支給していますが、新年度からは市がさらに10万円を上乗せします。市長は子育て支援の関連予算を増額し、さらに支援していきたいと述べていました。島根県出雲市。エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける子育て世帯の生活を支援するため、臨時給付金を支給しますということで、ホームページに掲載されていました。対象児童は平成17年4月2日から令和6年4月1日までに生まれたお子さんが対象です。給付対象者としては、対象児童の保護者のうち、次の1または2に該当する、生計を維持する程度の高い人が支給対象者です。1つ目、令和6年1月31日時点で対象児童を養育し、市内に住所がある人。2つ目、令和6年2月1日から令和6年4月1日までに出生した児童の出生時点で市内に住所がある人です。またこちらの給付金には所得制限はないとのことです。支給額は対象児童1人につき1万円となっています。申請方法については、申請が不要な場合と必要な場合があるということです。出雲市から児童手当を受給している方に対しては申請不要で、児童手当受給口座へ振り込みます。また出雲市から児童手当を受給していない方は申請が必要ですので、案内文書を郵送しますので手続きをしてくださいとのことです。詳しくはホームページを確認しましょう。ここまで各自治体の情報をお伝えしてまいりました。こちらのチャンネルでは、日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく、聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。それではリコの部屋をお届けしたいと思います。本日の質問はこちら。リコさんは冬のスポーツで好きなものはありますか？ご質問ありがとうございました。これ確かお正月の配信でも
冬のスポーツのことをお話ししたかなと思うんですけど、あんまり冬のスポーツってしなくって、小さい頃に年に1回ですね、冬にスキーに行っていて、大きくなってからは全然していなくって、自分の子供と一緒に行った時に久しぶりにしたっていう感じですね。でも感覚って覚えているもので、最初は数回転んだんですけど、なんとか少し滑れましたね。あとスノボはやったことなくって、他の冬のスポーツといったらスケートとかですかね。これも小さい時に少ししたくらいです。なので好きなスポーツというより、ちょっとしたことのあるスポーツみたいなイメージでしょうか。皆さんは冬のスポーツで好きなスポーツありますか？よかったらコメント欄で教えてください。ではその他質問も随時募集しておりますので、お気軽にコメントまでお待ちしておりますね。その他お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。